新劇場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。あれ、みんな起きてますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？起きてますか？もう昼ですよ。大丈夫ですか？もう一回いきますよ。こんにちは。こんにちは。僕1体30ぐらいですかね。なんか全然聞こえないですよ。もう一回いきます。こんにちは。こんにちは。あ、まあいいでしょう。ちょっとまだ皆さん緊張しているようなので、ちょっと一つ緊張をほぐすためにゲームを一つやります。そしたらですね、僕の両手が重なったら手を一回ポンと はたいてもらっていいですか。手と手が重なったら一回ポンってはたきます。いいですか？練習いきますよ。手と手が重なったらポンと一回はたいてください。いいですか？ちょっと返事がいまいちだな。いいですか？はい、はい、いきます。せーの。はたいた人大丈夫ですか？重なったですよ。もう一回いきます。せーの。下からもいきます。たたいてますか？もっともっと。間違ってたたいちゃった人いないですか？大丈夫ですか？もう一回いきますよ。もう一回いきます。せーの。騙された人いないですか？大丈夫ですか？もう一回いきます。最後です。最後いきますよ。よーく僕の手を見ててください。いきます。せーの。はい、ここで盛り上がったところでですね、盛り上がったかな、大丈夫かな。はい、盛り上がったところでですね、2人の長い影、丸×クイズ、よいしょー。拍手拍手。ちょっと今日元気ないですかね。ちょっと天気めちゃめちゃいいんですけど。そしたらですね、2人の長い影、丸×クイズっていうことで、我々新劇場ですね、2人の長い影っていう形で、山田太一さんの作品を上演させていただきます。ラブストーリーがメインなんですけども、その中で戦争の内容が入ってきちゃうんですよね。で、それで若者の方にはちょっとなかなか馴染みのない言葉が出てきます。そこで馴染みのない言葉を丸バツクイズ形式で紹介させていただいて、ちょっと馴染みの深いものというか分かりやすい形でちょっと紹介していただこうと思って、ちょっと丸バツクイズをさせていただきます。よいしょ。はい、じゃあ第1問、3人前でお願いします。じゃあこれは本編であるシーンになります。あ、You have... あ、このシーンはですね、ちょっと待ってください、ごめんなさいね、再生ボタンが悪い。ちょっとまだですね、このシーンはですね、ちょっと主役の小林久美子と旦那小林栄一と孫の真理ちゃんの家族団らんのシーンになります。本編再生します。再生。あ、夕飯アラスカ料理でもいい？最低。ストップ。はい、アラスカ料理という言葉が出てきました。ちょっとこのね、演劇にはアラスカ料理が出てきます。ここで問題です。アラスカ料理に使われる動物はシロクマである。丸か×か。皆さん大きく、シロクマだと思ったら丸、違うと思ったら×。手でお願いします。アラスカ料理で使われる動物はシロクマである。丸か×か。お、ちょっと×が多いですかね。×が多いですかね。お、×が多いですね。正解 VTR 再生。あ、今日夕飯外に食べに行きましょう。アラスカ料理でもいい？アザラシの肉か。ストップ。正解はアザラシの肉でした。よいしょ。正解した方、結構皆さん×が多かったので正解者が多かったと思います。本当ですね、このアラスカ料理はですね、そこのイヌイットっていう民族がですね、食べてるアザラシ肉、アザラシの肉、タンパク質が豊富でとても重要な貴重な食品であることっていうことでした。次のシーン、第2問いきます。第2問、このシーンはですね、戦争直後ですね、若い頃のクミがですね、体験した回想シーンですね。そしたら回想シーン、立ち上がってもらっていいですか。いきます。そしたら再生スタート。男の子たちが私を前兵部隊にくるんで、ソ連兵が部屋を開けると一斉に手を出して騒いでくれて、騒い騒い
なんかパンあげてました。ソレイ兵が来ました。ソレイ兵が来て久美子を襲おうとしたんですが、この子供たち、ちょっと若干一面おじいちゃんいますが、子供たちがダワイダワイって言って、女の子久美子本人、主役を守りました。このダワイとは日本語で何かくれである、丸か×か、したら何かくれであるではあると思った方は丸でお願いします。え、ダワイってどういう意味なんだろう、なんか違うなと思った方は×でお願いします。あ、丸が多いですね。丸が多いですかね。あ、×もいます。そしたらですね、このリモコンには日本語吹き替え版があります。日本語吹き替え版再生。何かくれ、何かくれ、何かくれ、ストップ。ダワイはですね、ロシア語で何かくれっていうことで、何かもうもらってますが、何かをくれと言って主役の久美子を守っていました。本編ではこれが出てきますので、よく映像を覚えておいてください。ありがとうございます。はい、ラストになります。駆け足でラストになります。最後のシーンですね。このシーンはですね、主役の久美と友人の京子さんがケーキを食べてるシーンになります。あとマリちゃんも出てきます。再生。北朝鮮のお寺で朝日本人がいなくなっていたの。私と弟と一緒にいた13人の子供たちは置き去りにされたの。13人の子供って？親のない子たちね。とにかくホニャララ線まで行けば、そこはソ連軍ではなくてアメリカ軍が管理していて、なんとかなるって。停止。はい、今ホニャララが出ました。当時、戦争当時ですね、ロシア軍とアメリカ軍を朝鮮半島を横切って領土ですね、領土を線引いたんです、引いたんですが、その線とは38度線である、丸か×か。当時アメリカ軍とロシア軍を国境で分かれてた朝鮮半島ですね、そこの線は38度線である、丸か×か。丸だと思う方、丸でお願いします。35ぐらいじゃなかった、36かなと思ったら×でお願いします。どっちだったでしょうか。ちょっと若い方は難しいかな。まあ今解説を入れるので、丸の方が多いですね。再生、正解、再生。とにかく38度線まで行けばなんとかなるって。ストップ。はい、正解は38度線です。皆さん正解したが多いですね。拍手。当時ですね、アメリカ軍とロシア軍は38度線で区切っていまして、朝鮮戦争までですね、朝鮮と韓国の領土、境界、国境になってたみたいです。全問正解できた方いますか。お、全問正解できた方に拍手。すごいですね、さすがですね。さあ皆さん並んでいただいて、ですね、本編の方ですね、こちらの札幌演劇シーズンの冊子の後ろの方にあります。こちらですね、7月27日から8月3日までターミナルプラザパトスの方でですね、上演させていただきますので、ぜひ足をお運びください。見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。劇団新劇場でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ただいまパフォーマンスを行ってくださいました劇団新劇場の皆さん、前売りチケットも完売の回もあるということで注目の高さが伺えます。ぜひ皆さんお早めにチェックをお願いいたします。